秋は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のパジュラを。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。誰だてめえは。勝手に上がらせてもらいましたぞ。やはりその声は影光矢の。大僧正様。久方ぶりじゃの先殿。大僧正様、我らの力を及ばすとうとう魔神獣が復活してしまいました。そのこと。これは影荒野に伝わる異界天空曼荼羅じゃ。なんと影荒野の秘宝中の秘宝、かの異界天空曼荼羅。これこそ魔神獣によるこの世の破滅を表したものぞ。魔神獣は復活の後天空の暗黒星により無限の力を得ると言われておる。何、暗黒星ですと。和江君、確か。はい、北の空に不思議な暗黒星団が広がりつつあるという観測データが出ています。どうやらこの曼荼羅の示すことが現実のものとなりそうじゃ。暗黒星団と魔神獣にどんな関係が。そなたたちが雪山で見たものが魔神獣の全てではない。あれはいわば核じゃ。この核が暗黒星群を呼び寄せ一つに結合したその時こそ世界は真の恐怖に包まれる。つまり全宇宙がことごとくその暗黒星に飲み込まれてしまうと。まさに逆ビッグバン現象と言えるかもしれませんな。ここはどこだ。俺は死んだのか。誰だ。ロウ。か、母さん。母さんなのか。こちらに来てはなりません。なぜだ。あなたにはまだやらなければならない大事な使命が残されているのです。使命だと。我ら影荒野はこれよりこの町に魔神獣を封じる新たなる結界を張り巡らす。新たなる結界。さよう。魔神獣は間もなくこの式神町の上を通過する。幸いここは強い地脈の集まる地点。千年の長きにわたりカルマの実を封じ込めてきたこの地であれば魔神獣の動きを封じ込める力を秘めておるはずじゃ。ってことはこの世界を救えるのね。おっと、早ごとにしちゃいけねえぜ。ことはそう単純じゃねえんだ。たとえ魔神獣を封じることができても所詮暗黒星との結合を遅らせるだけのことさ。それってただの時間稼ぎ。悔しいが、それが俺たち人間の限界だ。まずは魔神獣を封じ込めることじゃ。
もちろん我ら影荒野はその総力を挙げてことに当たる。いや、我らだけではないぞ。全国各地の寺社修験場が地脈を通じ一丸となって我らを支えてくれておる。案ずるな。皆で力を尽くし、この世を救う方策を必ずや見つけてくれようぞ。そうじゃ、おずむ様の力を信じるんじゃ。何ジロジロ見てやがるんだ。前期け大僧正殿、我々科学者にもお手伝いできるのであればぜひ。おお、それは願ってもない。わかりました。和江君、急いで準備だ。はい、俺も手伝うぜ。わしらも出陣じゃ。合点、急げクリ。待ってくださいよ将様。僕も一緒に。前期ってば、起きなさいよ。そうよ、寝てる場合じゃないでしょ。まったく千秋もなんとか。あん、疲れてるのね、二人とも。うん。早いさ。教授、これは一体。我々の研究室で開発したサイキックパワー放射装置です。これに皆さんの呪力を集めて増幅し、町の上空に魔神獣が現れたら一斉に放射してこれを拘束しようというわけです。まさに画期的なトラップと言えましょうな。全ての車両準備整いました。よし、電源を入れたまえ。栗林君。はい。
これでなんとか時間を稼ぐことができるじゃろう。さぞ疲れておろうの。あれ以来ほとんど寝ておらんからな。我が血を受け継ぎし者よ、汝は汝のもとへ来たる者によってかつてない力を得るであろう。目覚めるのだ千秋、そして我を超えよ。千秋、急にどうした？わしらとてこの式神町の住人、縁の行者様やそれに仕えた者たちの末裔だ。そうよ、この世が滅びようというのにじっとなんかしていられるもんですか。皆さん、千秋、千秋さん、もう一度花咲かせるぜ。私たちもう一心同体なんだからね。千秋、千秋、素晴らしい。ありがとう、みんな。マスター、僕も最後まで一緒に。もちろん前期だって。勘違いすんなよ千秋。言っとくが、俺様はてめえら人間のために戦うんじゃねえからな。前期、俺様の前で勝手なことをする奴が許せねえだけだ。夜が明けたら決戦だ。人間界にお戻りなさい。そして魔神獣を封印し、あなたの使命を果たすのです。断る。え、もうこれ以上誰かに何かを決められるのはたくさんだ。縁外の子として育てられ、唯一の友国帝を失い、そしてまた母を失った。この上まだどう、これも運命だというなら、俺は俺自身の手でこんな運命を変えてやる。ロウ、俺は俺自身のために戻る。Thank you.
びて襲ってこちらの拘束力を下げるつもりだ。奴らは魔神獣に群がる悪霊じゃ。大した相手ではないが、なんせ数が多い。気をつけるんじゃ。タイマー偽装剣ジその不動流魂で俺様を飛ばせ。全機を？そうだ。早くしやがれ。魔神獣の野郎に直接挨拶してくるぜ。全機殿、そりゃ危険じゃ。じっとしてても拉致が開かねえんだよ、ばあさん。なん？こっちから仕掛けるしかねえんだ。ノビア、不動流魂。全機殿が いかん。全機全機全機負けちゃダメ。お願いみんな、私に力を、私にみんなと一緒に戦う新たな力を。風のごとく舞い、雲のごとく流れよ。我天空の力、飛翔空樹感謝。千秋、てめえ、空樹を。これは今なら全機を超鬼神にできるような気がする。あれは全機！
好奇心全開、大豪少林。空巡者、ついに最後の五代の力、空樹を会得しよったか。ゴーホーリングなしで長期心を召喚しやがった。千秋、縁のおずむもなし得なかったことを。素晴らしい。うらえ、金剛峰、ゴーハザン。前期の金剛峰が効かない。この野郎、ならばこれだ。金剛峰烈火山、うらえ。魔神獣は前期、前期、前期。誰だ。バカな、鬼ごときの力だけでは魔神獣を倒すことはできん。あなた、確かに帰ってきたのさ。運命という呪縛を打ち破るためにな。犬神。笑わせやがる。前期、前期、前期、無事だったのね。そうあっさりやられてたまるかよ。諦めの悪い奴だ。てめえこそ証拠にもなくまた現れやがって。魔神獣はこの俺が倒す。てめえの好き勝手にはさせないぜ。Yeah.